さあなかなかね、サードの対戦見ててロケッパのダップリミラーなかなか見ない。そうですね、うん、さあ先に画面発動の藤原だと言う。かなり今日の藤原さん乗ってますね、はい、もうさっきからマシンガンしか打てない。これね正解なんです、うん、藤原さんがやってることは正解なんです。そうですね、もう出れません。中原がずっと20秒間ぐらいずっと画面端にいます。さあここの瞬間からどうすんの。リクジェットパー、読んでたんだと思うんですけど取り切れませんでした。2段あるのでブロブロしないと最大まあ出やっけないと。うわーうわーテクイジャンプ中継ですけど何うまい。さっきあのワンピー側の橋、あっさあこれは裏切っていくと、はい、中堅はブロられても出します。当たればセーフです、うん、はい、レバー中継レバー中継、あーボールがあーボールが押し寄せてくる。最後は刹那の見切りですね。タッチューパンの打ち合いです今のは。確認精度の話、僕だったらタッチューパンの打ち合い行ってます。